はい、おはようございます。今日は、趣味の野菜作り40年、アマリリスの花が綺麗に咲きましたので、ちょっと撮影をしてみたいと思います。この花は、昨年株分けをして2つの鉢にしました。はい、ここからの動画は昨年秋に、種屋さんに注文をして、取り寄せ植え付けをしました愛知ぶきです。愛知早生ぶきですね。今年の春4月頃に芽を出して、盛んに伸び始め、5月に入ってからはますます元気に張っていくし、充実した株となりつつあります。株元を見ますとね、株分かりをして2株あるいは3株になろうとしているものもあります。今年は収穫をせずに株の充実を図り、来年からは少しずつ収穫して美味しいふきの味を楽しみたいと思っています。最後までご視聴ありがとうございました。